では皆さんこんにちは、アムールチャンネルでーす。寺岡先生今日はですね、本当にお忙しい日本中を駆けずり回っている寺岡先生にお時間をいただきまして、Zoom で、撮影をさせていただいております。というのも、寺岡先生に9月3日の日にですね、福島県に来ていただいて、日本の歴史、伝統や文化、さまざまなですね、日本の良さを寺岡先生から教えていただこうという講演会がありまして、その予備知識というか寺岡先生のお口からですね、そんなことを番組で教えていただこうと思って録画をさせていただいております。寺岡先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、9月の3日の福島に来ていただいて、また、10月になりましたら、福島のメンバーを中心に伊勢神宮で、寺岡先生や、修行団の先生方のお話を聞いたり、内宮や外宮を巡らせていただいて、神域をですね、先生たちに案内していただくっていうツアーをやったりするんですが、今ほら結構ね、今年なんか戦争があったり、なんかこう世界中が様々ね、あんまり良くないことがたくさん、コロナからいろんなことがこうちょっと続いてますけど、なんかこんな時だからこそ、日本人が日本の心を忘れ、日本人のね心を忘れずに、自分たちがこう穏やかさと忘れないでこう生きていきたいなと思っているんですね。で、寺岡先生の皆さんにずっと伝えてる日本の良さみたいなのをこうちょっと簡単に教えていただいてもいいですか？はい、改めてこんにちは。こんにちは。すいません、私は三重県伊勢市にあります公益財団法人修養団の寺岡勝と申します。いつも大変、佐々木さん、まあ、いつもあやちゃんというふうに言ってるんですけれども、大変お世話になっておりまして、もともと東京江戸川にいらっしゃった時にも講演会をやっていただいたり、そしてまた今度9月には、はい、2年前の時にも福島で呼んでいただいたんですけれども、今度また福島でお声をかけていただいております。で、私のその所属させていただいている修養団というのは、おかげさまで今年2月に116年を迎えた日本で最も古い社会教育の団体でありまして、社会教育の源流と呼ばれるような団体であります。もともと発祥は福島の出身である蓮沼本堂先生ですね。ちょうど私の後ろ、ここ修養団の伊勢の道場の応接にいるわけですけれども、ちょうど後ろにですね、写真が出ております。うん、会津喜多方の雪の中で生まれた方なんですね。2月22日がお誕生日で、お母様が実家に顔を出していて、自分の家に戻るために山道を歩いていたところを産気づいて雪の中で出産されたという、まあ、福島のご出身の方であります。会津の地方から出てですね、福島の師範学校を目指されたわけですけれども、うまくいかずに最終的には東京にありました東京府師範学校というところに入られるわけですね。そしてその師範学校で学んでいるときに、学校の先生になろうという人たちが、当時は非常にその日露戦争、先ほどあやちゃんが言われたように日露戦争があったり、またその終わった後でありましたから、物が栄えて心が滅ぶというか、非常にその自分たちが勝った勝ったと浮かれているような時代でもあり、日本はとうとうロシアを打ち破って一等国になるんだと、だから小さなことは放っておいて大きなことをしようという機運に満ち満ちた時代でありましたけれども、だから学生たちがその寮を汚したりとか、それから汚くしていることに、この蓮沼本蔵という人は耐えれなかったわけですね。世の中を良くしようという教師が自らを正さなければ学校も社会も良くならないということで、たった一人でトイレ掃除をはじめとして廊下の掃除なんかを始めたんですね。その仲間として今福島の仲間に声をかけたところ、手伝ってくれる人もいたわけですけども、大多数のその師範学校仲間たちは手伝わなかったわけなんですね。ですけども、4月から始まって5月、6月、7月、8月、暑い夏を過ぎて秋になり、そして冬になっても一人で掃除を続けたんです。当時蓮沼本堂初代士官ですね、剣道をやっていましたから、その叩かれて腫れ上がった手が
赤切れになってですね、当時はお湯なんかありませんから冷たい水の中に手を入れて腫れた手から赤切れになっているところから血が噴き出すんですね。でそうして一人で黙々と早朝とか夜間に続けている姿にですね、仲間たち一人起きてきた人が感動しまして、本蔵君悪かったと、自分たちも仲間に入って良いことをしたいとは思っていたけれども、なかなかその勇気が出なかったけれども、一緒にぜひやらせてほしいといったところから、ぜひ社会を良くしようということで学校全体にその運動が広がり、そしてその運動が社会に飛び火して、そして広がったのがこの集団の運動であります。戦前は本大財閥から海軍までは研修やり、戦後も具体的に企業名を挙げますと日立とかトヨタ自動車、それから松下電器、本当に多くの企業がこの集団の運動をやっていただいたんですね。ですから一例を挙げますと、収容団でやっていた国民体操というのが、その考案者松本稲穂さんという方によって、この方も集団の寮の出身なんですけども、この松本稲穂さんによって戦後改良されたのがラジオ体操です。ですからラジオ体操発祥の団体って言ったらちょっとすごいと皆さん思われますね。すごいすごいすごい、私も初めて聞いた時びっくりしました。はい、収容団というのは知らないという方が多くても、ラジオ体操を知らない日本人はまずいないですから、それぐらい広がったんですね。戦前だけでも600万人が運動に携わったと言われています。ですから例えば青年団運動であったりとか、それからもっと言うとボーイスカウトやガールスカウトも日本に入ってきた時に主要団を母体として補足してるんですね。そんなわけで後期の勤労奉仕なんかも主要団から活動に広がっていた部分が非常に、皆さん地方から来られた方は主要団の東京の会館に泊まって、そして勤労奉仕に行かれましたし、さまざまな活動が主要団から発祥しているのはたくさんあると。その大元は蓮沼門蔵という人が福島で生まれ育ち、そしてその雪深い会津の中で育ちながら、小さい頃から貧しい生活の中で少しでも世の中を良くするために美化奉仕を続けようとしたことがですね、それが学校に行っても行った、そしてその誠の心で行った運動が社会に広がって一大運動になっていったということなんですね。ですからそういう意味では日本人の心というのは、誰が見ていなくてもどんな時でもお手は見て、だから自分たちは世の中を社会を良くするために、誰が見ていなくてもどんな時でも一生懸命活動していこう、その心の同じように日本の心を持っていたその蓮沼門蔵という人が、そして活動を続けて運動に広がっていたことでなかったかなというふうに思うんですね。でちなみにその収容団の蓮沼門蔵、当時青年たちですねを応援していただいたのが、あの有名な渋沢栄一さんという方であります。ご存知かと思うんですね、はい、昨年の大河ドラマ青天を衝けの主人公でありましたし、新しい一万円札もこの渋沢栄一という方であります。でちなみにこの応接間にある、後ろに掲げてあるこの私の真後ろにある総神話総努力、ちょっと遠いので見えませんが、うん、書いてるのが渋沢栄一さんなんです、はい、だからこれ渋沢栄一さんの額なんですね。知らなかった。はい、この本物の額は東京の本部にありますけれども、その写しになるわけですけれども、伊勢にもその道場としてもしあるんですね。この総神話総努力というのは蓮沼門蔵初代主幹が残した言葉でありますけれども、みんなで手を取り合って社会を良くしていこうということなんですね。よく言われることですけれども、日本人の心は和の心であるというふうに言われます。でこれはどういうことかって言いましたら、例えば一人一人の能力では外国の方は非常に優れていて日本人はかなわない場合もあるんですね。例えば収容団は活動が広がっていく中で満州、朝鮮、ブラジル、またアメリカにまで広がりました。今もブラジルなんかでは盛んに集団の活動をやってくださっている人たちがいらっしゃるんですね。知らなかった。で、我々収容団の講師もですね、冬になりますと、向こうがちょうど夏の時期ですから、サマースクールのいろいろ講師指導をするためにブラジルに行くんですけれども、そういうサマースクールを見ているとですね、向こうの子どもたち、基本的には収容団の活動に参加してくれているのは日系日本人の関係の子どもたちが多いんですが、中には非日系の子も混じってるんですね。でそうしますと、その非日系の子たちというのは、例えば劇をやったり、それから何かの出し物なんかをやるときには、みんな一人一人が主役級のですね、演技をしたりします。ですからそういうときには日本の子たちにはかなわないというか、みんな割と日系の子はおとなしかったりするんですね。ところが
団体競技になるとガラッと変わります。例えば、じゃあ3人になりましょうとか5人になりましょうって言ったら、日系の子たちはちゃんと集まってさっと座るんですね。ところがそういう時に周りで走り回ってるのは大概非日系、他のイタリアとかドイツの子孫とか、もともとブラジルの現地住民の子孫の子たちが多いんですね。でこれは民族性というか国柄の違いですからしょうがないんですね。ですからよく言われることは、一人一人の力では日本人はかなわない、だけども集団になった時には必ず和の精神を発揮して負けないものになるというふうに言われるんですね。でそれはなぜかというと、折り合うこと、受け入れることが上手だからだと思うんですね。他の子たちは、他の国々では3人集まるとまとまらなくなるってよく言われるんですね。一人一人が主張をして、そして意見 の主張ばかりになって自分が出てしまうのでまとまらないんですね。ところが日本人はもともと和の心を大切にする民族ですから、少しでも折り合って人が言うことを聞いて、そのうまく接点を見つけていこうとするんですね。ですから3人集まっても10人揃っても、みんなでその折り合うところを探せる、これが日本人の考え方じゃないかなというふうに思うんですね。そうしますと、日本の和の心というのは受け入れる心なんですね。その受け入れるというのは、人も受け入れるし、起きてきた物事も受け入れていく。ですから苦しいことや辛いことも全てお天道さんは見てくださっている、天が与えてくださっていると考えて、誰かのせいにしたり、どこかに原因を求めたりしながら不満を漏らすというようなことは極めて少ない民族でなかったかなっていうふうに思うんですね。ですからそういう意味では、大和の和の心というのは受け入れる心であります。あ、なるほどね。ですから、まあ、そういう意味では我々日本人というのはどんな苦しいことも受け入れ生きてきたか、よく言われることですけども、ちょうど8月の6日ですね、あやちゃんとお話をさせていただきますので、6日の日には広島の原爆の日で、普通はあんな原子爆弾のような非人道的なものをやられたらですね、どこの国においても非常に恨みが残ると思うんですね。中東の国々もそうですし、それからアフリカにおいても、もっと言ったらお隣なんかの近くの国々では100年経っても恨みは晴らさずには折れない、忘れないというような国もあります。でもですけども、その中で日本という国は、その原爆を落としたアメリカという国のことを10年で許し、20年で友達になり、30年で大親友になるってことは日本人でないとできないことじゃないかと思うんですね。ですから良くも悪くも、そういう意味では日本人は受け入れることを大事にしてきました。周りから日本はひどいことをしたと言われたら、申し訳ありませんと言って頭を下げ、そして日本はだからお金を出せと言われたら、少しでも役に立つのであればという形でやってきたわけですね。もちろん国際政治の舞台ではきちっと主張していくことでありますけれども、その日本人の受け入れながら、本当に祖祖として大切にすべきこと、いわゆる天の神様を拝みながら、神仏を大事にしながら、道徳を守り、そして人には親切にしながら、周りの人と調和してやっていく、現地の人たちのことも受け入れていく、そういった日本人の姿勢が各地から評価されて、今の日本の本当に世界中から好かれているもとになっているんじゃないかなっていう気がいたします。そういう意味では、我々の先人たちが大事にしてきた心を学んでいくことは、我々自身が周りから大切にされることであり、また神様から愛される生き方であり、自分たちが良くなっていく生き方でないかなっていう気がいたします。私初めて収容団にお邪魔したのって、もう全然10年以上昔の話で、まだ当時若かったんですけど、で私明治生まれのおばあちゃんに育てられたので、割と昔の戦前の日本の話なんかは聞いて大きくなったんですけど、それでもやっぱり収容団に行った時、最初の1年目はまあ知らないことが多くて、で泣きましたね。すごく知らなかった自分が恥ずかしかったのもあるし、あ、日本人に生まれてよかったって本当に思ったのもあって、なんかね、具合が悪くなるぐらい2年ぐらいは泣きましたね。ただひたすら行くたんびに。だから日本のこと大好きな方たくさんいると思うんですけど、先人の人たちが残してくださった考え方とか人生の歩み方みたいなのって教えてもらう場所って今日本の、ね、学校では教えていただけないので、寺岡先生のお話、ね、聞くのは本当にね、日本人として生きるのが楽しくなるんじゃないかなと思うのと、あとやっぱり今回私参政党のことでちょっと選挙活動もいろいろさせていただいたんですけど、まあ、神谷宗平さんはじめ
あのね、ユミネもそうだし、矢作先生もそうですし、あとはあのちょっとアドバイザーになっていただいた加藤修士さんとかもみんなこの修養団に足を運んで、あのね、あの木村雅子さんとか、あのキムタクのママとか、皆さんがもうなんか通過点で修養団のお話で大和心を学んでますよね。修養団自身もその蓮間文三という人の強い思いもあって日本のことを大事にしようということをやってきた団体でもありますけれども、まあ、この伊勢という土地柄もとても大きいと思うんですね。ですから学ぶことも大事なことですけども、肌で体感するということもとても大事なことではないかなって、体で体感する、まあ、そういう意味ではあやちゃんや皆さん、矢作先生もゆみさんもですね、皆さん伊勢に来ていただいてみそぎをしていただいたり、また伊勢神宮にご一緒にお参りしながら知っていただいていること、また神谷宗平さんももう5年連続でずっと主催してくださって、神話を体感する会をやっていただいています。まあ、あの今年の12月に関しては、もう参議院議員になられましたので来ていただけるかどうか分かりませんけれども、まあ、できる限り続けたいというふうには言っていただいているので、ご一緒にこうして、我々はやっぱりその命の奥にあるもの、うん、その自分自身の遠い記憶の中にあるいわゆる遺伝子、日本人の遺伝子がスイッチオンになっていくことが大事なことじゃないかなという気がいたします。ぜひそういう意味で様々にこれからますますですね、学びを深めていけたらなというふうに思っております。寺岡先生、あの伊勢の修養団に行くっていうことは、神宮をね、あの神社を参拝するっていうこと以外に、やっぱりあそこで水行したりとか教わったことを体感することがすごく私は感激して、あの行く価値がすごくあるね、場所だなと思ってるんですけど、今回はその伊勢に行く前にね、寺岡先生が福島に来てくださっていろいろ教えていただくんですが、福島の人ってあの国民性がとてもね穏やかでおとなしい方が多いんですよ。物静かな方が多いんですね。例えば無人のお野菜売ってるところとか、無人のフルーツ売ってるところとかもとても多くって、多分ね盗まれてないんですね。でだから昔の日本人の良さがあの県の中にすごくね未だに残ってるなって私は思っていて、で福島がすごく居心地がいいので移住しちゃったんですけど、寺岡先生は福島には結構東北にもいらしたことありますか？具体的な企業名を挙げて大変恐縮ですけれども、日本で一番強いスーパーと言われているヨークベニマル、ね、そうだ。ここはですね、何年か前にスーパーのさまざまな部門のランキングが発表された時に、お店のその、あの商品の新鮮さだとか品揃えの豊富さ、それから店内の美しさ、お店の方の挨拶の仕方、お店の明るさ、さまざまなことをそっと調査して全国のスーパーをランキングにしたんですね。でそれの調査でほとんどの部門で良い成績を取って、総合力で圧倒的ナンバーワンだったのがヨークベニマルさんだったんですね。このベニマルさんがあの、まあ、修養団の研修をずっとやってくださってるんです、うん、まあ、そこの役員の方があの修団の先生方のおかげでこうやって研修をやれて、こんな風におかげさまで一番にしていただきましたというふうに言ってくださったんですけども、このヨークベニマルさん、なんで、まあ、福島の皆さんよくご存知だと思うんですけど、創業者の方がですね、戦後お店を開こうとした時に本当は日の丸商店にしたかったらしいんですね。ところがまだ日の丸というものに対して反発が強い時代だった。だから少し薄めてみたらベニーになったと、それでベニ丸商店というところから発足されてるんですね。でこの大高義夫さんという方なんですけども、創業者の方が非常に修団のことを大事に持ってくださって、それで修団の研修を盛んに取り入れてくださった、うん、そしてその過程の中でベニマルさんは、まあ、昭和の40年代頃の中にはいわゆるイトーヨーカドーの方たちと、うん、たくさん仕入れをすることによって、規模を大きくすることで仕入れの単価を下げて、消費者の方に安く届けようとした時代があって、その時にベニマル商店はヨークベニマルというふうになっていかれるんですね、うん、でどんどんその規模を拡大していかれるわけですけども、実はそのいろんなグループの中でイトーヨーカドーグループが大変成績がいいとは言っても、本当にいいのは実は生鮮食料品の部門であって、実は医療とかの方はあんまり良くないらしいんですね。でそういう中で、まあ、平成に入ってセブンアイホールディングスとなっていくときに、当時ですね
セブンイレブンのコンビニをですね、広めた鈴木敏臣さんですね。これも鈴木敏臣さんというと泣く子も黙るっていうぐらい非常に強い力を持っていらっしゃったんですけど、その鈴木さんがなんとかセブンアイに入ってほしいと願いをされたのが実はそのヨークベニマルのグループだったんですね。ただヨークベニマルとしては会社としてこういう条件を飲んでくれないと絶対にセブンアイに入らないといった10か条があるんですけども、その1個目はですね、会社を守るためにどうしても必要なことだったらしいんですけども、2つ目にですね、そのヨークベニマルは集団の研修をやっている、だからこれは続けてもらわないと今後セブンアイには入れない、というような形のですね、10か条の2番目にそれを突きつけているんですね。いかにそのヨークベニマルというグループがこの集団の研修を大事にしてきてくださったかということが分かるんですね。そんなわけで今もそのヨークベニマルさんは新しいお店をオープンするときにはその研修をやってくださっている、新店研修をやってくださっているし、ヨークベニマルに学べって言われている企業がたくさんありますから、いわきの方のマルトっていう、マルトさんっていう会社なんかもスーパーですけども、こちらも集団の研修をずっと新入社員研修をやってくださったり、その関係で今もですね、小売業では集団のことをよく知ってるよっていうところもたくさんいていただくんですね。その集団の精神というのを大事にしながら人づくりを行っていこうとしていただいている企業は福島を中心にたくさんあります。何しろ集団の研修というのは日本全国、そして満州、朝鮮、ブラジル、アメリカにまで広がりましたけれども、その元々の発祥である福島ではですね、今もこうやってよくベニマルさんなんかを中心にして研修を続けていただいているんですね。ちなみに何度も申し上げてます、この蓮間門蔵という人は会津喜多方の名誉市民の第1号であります。今でも喜多方ではこの蓮間門蔵のことを大事に展示してくださっていますし、いろんなことを伝える場所も作ってくださっているんですね。そういう意味では大変集団は福島と深いご縁をいただきながら発展してきた団体ではないかなというふうに思っております。我々この伊勢に道場がありますけども、この場所は第2代の後援会長を務めていただいた小倉正恒さんという方から、を中心として住友財閥から寄付を受けているんですね。伊勢神宮の目の前にあります。でここはどうも江戸時代はお寺だったんですね。ところが明治になって、いわゆる神仏仏理令、廃仏毀釈なんかが行われた時に伊勢神宮の目の前に寺があるのはまずいんではないかということで、お寺の立ち退きが迫られました。でその時にここに近鉄グループが旅館を建てて、でそこで社員の研修なんかをずっとやってたんですね。ところが昭和に入ってから世の中の空気がおかしくなってきたり、それからなんとか社会を良くするために集団を利用して運動しようといった人たちがたくさん出てくる中で、伊勢神宮の目の前に近鉄一社がこれだけの場所を持っているのはもったいないんじゃないかということで、住友財閥が近鉄からこの場所を買い上げてくれまして、そして小倉正恒、ちなみに日本において大蔵大臣も務めた方でありますけども、この小倉正恒が中心となって住友財閥がこの伊勢の道場を寄付してくれたんですね。でそこに今こうして道場ができまして残っているということなんですね。でその目の前、伊勢神宮の目の前にあるわけですけども、かつて明治の時代にご存知の通り福島は戊辰戦争において大変な被害を受けて苦しい時を迎えました。でそんな時に、いわゆる東北の地が未だ動揺が収まらないといった時に、明治天皇の強い思いによって伊勢神宮の御霊をそのまま分け御霊として、東北の地にお祭りしようということで迎えたのが郡山の開成山大神宮であります。だからそういう意味では郡山で大切にされている開成山の大神宮というのと伊勢がつながっていることを思うと、非常にその我々の伊勢の集団とそれから福島の地方ですね、会津も蓮間門蔵初代主家の生まれ育った場所でありますし、郡山もそうですし、非常にそういう意味では福島という場所とは縁が近いんではないかなというふうに思っております。集団の研修はもともとですね、テントでよく行われたんですね。日本で初めて天白講習会といってテントでの研修を桧原湖畔において行っているんですね。ですから桧原湖畔には集団の施設がありまして、そこはそのバンダイふれあいピアといいまして、ここに第1回天幕講習会の地というのは大きな石碑としてあるんですね。ですから、テントでの研修はこの桧原から始まったというふうにも言われてるんですね。でそれが全国に広がっていったわけですけども、ちなみに第9回の天幕講習会は
箱根の仙石原というところで行われているんですが、この講習会をご覧になられたのが当時皇太子でやった昭和天皇であります。実は宗教団と皇室の関係も大変深いものがあるんですね。各地でのいろんな研修を宮家の方とかですね、皇族方が視察をされています。ちなみに仙石原で行われた時の国民体操というね、さっき申し上げたラジオ体操の原型ですけども、はいはい、この国民体操をみんながやってるのを昭和天皇当時の皇太子ですね、殿下がご覧になられてるわけなんですね。でそういったところに実は青少年研修センターもしくは青年の家といったものが建てられてってるんですね。まあ、その代表的なものが茨城県にある西山研修所というところであります。ここの研修所なんかは日立の関係ですね、あの日立電機がありますけども、はい、ここの関係の方たちの研修が盛んにですね、この西山研修所で行われてきましたけども、この西山研修所なんかは今も二段ベッドで、中へ入るとですね、もう本当にこの伊勢の修行団の道場そのままじゃないかっていう空気があるんですが、ここを参考にして作られてるんですね。まあ、そんなわけで実は各地にある青年の家とか、それから青少年交流の家なんていうのは、修行団がその研修をさせていただいた場所に立っているケースが多いんですね。ですから、まあ、実はあの福島なんかでもそういった形で非常に深いご縁いただいているんですけども、はい、猪苗代湖畔でですね、盛んに修行の研修をやって、実はヨークベニマルさんのグループ会社であるライフフーズという会社があって、そのライフフーズの会長さんされた方は先ほどの大高家のですね4番目の方で教授さんという方だったんですけども、若い頃自分は父親に伊勢の研修とか修羅の研修やれって言われて、若い頃は非常に嫌だったと。だけれども晩年になってきて修羅の研修を久しぶりに受けてみると、やっぱりこういったことが社員に大事だって言ってですね、ライフフーズからはあの若い時には猪苗代湖で研修を受けて、そして中間管理職とかインストラクターのような状態になってこられると伊勢で研修を受ける、その会長さん自らまた社長さん以下役員の方たちみんな伊勢に来られてみそぎをされたり、それから真冬の猪苗代湖でもずっとみそぎをされてたんですね。あ、そんなわけであの今もその猪苗代湖ではみそぎをやってることを集団の関係の応援していただいている企業さんが研修されているという形で続いているんですね。